こんにちは。今回は水量のでしょう、だろうを一緒に勉強します。じゃあ始めましょう。こちらを見てください。うん。でしょうは、話しての考えを強く言いたくない時に使います。うん。ちょっと弱くなりますね。こういう表現です。だろうは、そう、このでしょうの普通体です。もう一つあります。 である体はであろう、であろうと言いますね。そう。これは多分、おそらくなどの副詞と一緒に使えます。多分でしょう、おそらくでしょう。多分だろう、おそらくだろうですね。うん。そして、接続は普通形です。うん。例えば、晴れます。晴れるでしょう。晴れないでしょう。 晴れたでしょう。うん。晴れなかったでしょう。というふうに言いますね。普通形につきます。そして、これは認識的モダリティですね。モダリティの一つです。じゃあ、今度例文を見ます。1番。明日は全国的に晴れるでしょう。そう。天気予報の時に使いますね。これ。うん。その表現です。 でも、天気予報の人は、晴れますと強く言いたくありません。ちょっと弱くします。そして、丁寧に言います。だから、明日は全国的に晴れるでしょう。と言いますね。私の考えを強く言うところではありませんね。うん、それはちょっと弱くする必要があります。2番、明日もきっと雨だろうな。そう。 このように自分の考えを誰かに言うとき、雨だろうなみたいに友達と話すときはこの普通形、普通体でいいですね。じゃあ今度3番。多分忙しいからみんな行かないだろう。多分忙しいからみんなは行かないだろう。うん、このように言いますね。うん、最後にあのだろうで終わってもいいですね。このように自分の考えを言います。 うん、自分が予想して考えを言う時にこの「だろうでしょう」を使っていますじゃあ練習です1番あそこにいますうちの学生です例文はあそこにいるのはうちの学生だろうと言いますね私が予想しています多分そうじゃないかな <laughs> そういう時にあそこにいるのは多分うちの学生だろうと言っています これは多分自分の頭の中で考えていることですね。話していないですね。今度2番、マンゴー、きっと甘い。そう、マンゴーがありますね。私も大好きですね。よく食べます。はい、レイブ、このマンゴーはきっと甘いでしょう。そうですね。こういうふうに自分の考えを言うことができます。でも、甘いとはわかりません。まだ食べたことがありませんから。だから、甘いでしょうと予想して言いますね。 あ,あと、福祉はきっとを使っていますね。今度3番、改善、予知、あります、であろう。うん、今度は、である体のであろうを使いますし、予知は、空いているところという意味ですね。うん、改善の予知があるであろうと言いますね。そう、ありますにあろうで、ちょっと難しいですが、あるであろうと言えます。改善は、うん、わかりますかね。 <laughs> ちょっとあの変えてもっといいように変えますという意味ですねいいように変える、うん、ような場所、うん、そこそのところがありますと言っています、うん、このように自分の考えを言う時にちょっと優しく弱く使うことができますそしてこれは丁寧体普通体ディアル体もありますね、うん、いろいろな場面で使いますし うん、実際日本人も使っています。ぜひ覚えてください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。